るよ。気合い次第ですぐに怒るで。雨と道との微妙なバランス、変わる乙女心、いつも割り凛しくたくましく、時には席順取り替えてほしい。自業自得のまた来る新任の先生の噂は知ってるわよね。知ってる知ってる。ほんと懲りないよね。どんな人かしら。素敵な人ならいいのにな。所詮はそいつも新米教師。どっちが教わるんか見ものやで。I think so。 今時の女子高生がどんなものだか教えるよ。できることなら一流大学出身で受験対策に精通した人物でないと。そんな堅苦しいのは嫌。一緒に遊んでくれる楽しいタイプ。ここは幼稚園じゃないのよ。大事な1年間を任せて頼れる人こそ。頼れる。やっぱりかっこよさ。そりゃ考え甘いで。先行に何期待してもあかんか。教師と生徒は上下関係でしかないの。やっぱり楽しい友人関係。大事なのは信頼関係。できることなら恋愛関係、それから肉体関係。何言うてんねん。無関係でいるのが一番や。アホとちゃうか。欲しい勘弁してくれよ。